はい、どうも、なおちんでーす。今日もね、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活やっていきます。ちょっと朝一発目の撮影なんで、もう寒くってね、手が動かない。寒い。登録、登録。で、今日はね、たまたま、今平日の朝なんだけど、パーティーが出てて、エンマのね、超エンマが出てた。初めての。で、結構ね、やっぱ強いね、さっき1回倒したんだけども、普通にダメージね、2,3000 軽く食らう。だから倒し方としては、基本的には全部避けていって、ほぼほぼ避ける感じ。常に回避を使っていく感じで避けて、で必殺技が溜まったらば敵の攻撃の後に入れるっていう戦い方だね。もうなんか本当にむやみに攻撃していくとすぐやられるよ。俺の HP で2回ギリ耐えれるかなぐらいなので、で結構敵のね、クリティカル率も高いっぽいので、宇宙服持ってる人は宇宙服を持っていった方がいいね。クリティカルで食らうとさすがにね、4000ぐらい食らうんで、そこはちょっと注意かな。で、美味しい報酬が、美味しい。これエンマ5区はね、おそらくラスボスと戦うのと一緒ぐらいの経験値とか、報酬アイテムもらえるよ。報酬アイテムがラスボスの超を倒すのと一緒のね、報酬だったんで、あ、大丈夫か。なんで、あ、いった美味しい。神の刃結構食らうな。エンマだ。おいおいおい、マジか。まあ大丈夫大丈夫、クリティカルは俺食らわないんで、スピリットを上げる食べ物を食って、それでいってるね。よし、オッケーオッケー。で、変身が解けないようにちょっと気をつけながらね。ソロで行くんだったら、芸能人ガットでいい感じでいけそうだよね。しゃ、おお、3000とか、ふざけたダメージだな、本当に。3000って、もうほぼ4000だったよね、今の。あ、やば、おおやばい、もう軽くこのダメージ。極のエンマはやばそうね。極のエンマは多分、おい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 、まあ、俺の愛が食らったのはおそらく普通の攻撃でね、5000ぐらい食らいそうな気がする、極エンマ。まあまだね、見たことはないけど、それぐらいヤバそう。じゃあ、あと、あ、ラスト、よっしゃ。経験値そうでもないんだよな。倒して3600ちょっとだから、経験値自体はそう大したことない。でもね、報酬よ、クリア報酬が美味しい。ほら、超の絶対王者からの挑戦状で経験値ボールが2つとガシャコイン4。まあ、ラスボスと一緒だよね。ラスボスの超も超経験値ボール2つとガシャコイン4個なので、これ5区の絶対王者からの挑戦状は一緒になるんじゃない？超経験値ボールが3つとガシャコイン5個。いやー、美味しかった。美味しかった。いやー、平日の朝からやるもんだね。まさかこういうレアなクエストが出てるなんて。美味しかったです。まだちょっと出してくれるみたいなので、ここある程度回ります。美味しい。ただ強いけど美味しい。ラスボスと戦うのもいいけど、エンマと戦っても全然レベルは上がっていくね、これは。
素晴らしいクエストです。ということで今日は蝶のエンマと戦ってみました。美味しいです。まあ悟空がね次出たら僕もやってみようと思う。まあいつになるかわかんないけども、はい、美味しいので、まあ出た人はやってみてください。超おすすめのクエストです。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そしてね、公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画、そして妖怪学園の動画も、配信してますので、友達登録などよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。